丸山稲荷神社に来てます。動画はですね、のコメントをいただきまして、ここがおすすめですと言われたんですけれども、行ってみたいと思います。はい、予備知識は何もないんですけども、すごくいいですよっていう話でしたんで、廃止広市から広大神宮さんとかかな、なんか関係かな。どっちがどうなのかな。なんかいくつか稲荷山だからこれいっぱいあるのかな。予備知識全くございませんので、あれですけど、結構綺麗にされて、崇敬されてる方多いんですかね。御朱印があるのかどうなのか分かりませんけど、ね、参拝でですね、じゃあ参拝していきたいと思います。こちらの上に行くと本殿があるんですけど、こちらがお穴さんというところで、狐さんが現れたところらしいです、あ、全然違う。お狐さんがお出ましになられた祠というか穴というか、どうぞ。昔は狐が住んでたんですかね。はい、こちらもぜひ参拝していただきたい。